はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。ここは東京駅総武線横須賀線地下ホームです。今回向かうのはもう行き先も出ています通り銚子に向かいます。銚子までは特急潮騒号で行こうと思います。ではよろしくお願いいたします。今回使う切符はこちらです。東京から銚子までの特急券と乗車券セットになった切符です。上に列車限定特ダネ40乗車券付きと書いてあるんですが、これは JR 東日本の特急列車予約サービス、駅ネットで乗車日の前日までに申し込むと、なんと 40% 割引、4割引で特急に乗れるというすごくお得な切符です。暴走料金回数券などもあるんですが、今回は家族含めて3人で行ったので、まあ、これが一番お得なのではないかなと思います。暴走特急料金回数券っていうのは自由席と指定席があって、確か4人で1組っていうか1グループっていうか、まあ、それぐらいだったんですね。なので1人余ってしまいますから、どうなんだろうな、あんまり計算もしてないんですけど、多分こちらの方が安いのかなと思います。今回乗車するのは2号合計1993年デビューです。9両編成なので、このホームは15両まで対応していますから、ホームの真ん中ぐらいに停車するのが特徴的です。端の方の階段から降りてくると、あれ電車がいないということがありますから、ちょっと振り返って見てみた方がいいですね。そしてこの2号合計の列車の愛称は暴走ビューエクスプレスです。ビューとつくのはもう引退してしまったスーパービュー踊り子号や、あとは JR 東海の特急列車ワイドビュー藤川、信濃、稲地、南紀、飛騨などが挙げられます。暴走の波を想像させるこのビューエクスプレスのマーク、このロゴ結構僕好きなんですよね。そして車体の外観は白に、そしてドアの部分は黄色なのかな、これは千葉の暴走の菜の花の色を表しているそうです。 E131系と似ている印象です。そして東京駅を無事に定刻通り10時11分発の出発となります。総武線横須賀線地下ホームからの出発となりますので、京葉線のホームではありませんからご注意ください。まあ、座席はこのような感じですね。まあ、リクライニングとかは後ほどご紹介をしようかなと思います。鉄道マニアの中でも特急潮騒号というのは乗車率が悪く空気輸送列車とかっても言われたりもしますが、僕が見た限りでは思った以上に乗っているなという印象が見受けられました。この2号合計は9両編成、9両編成って言って9っていうの、あの数字が奇数なんでね、あまり見ない数字かなと思いますが、9両編成での運転で、まあ、一番真ん中の4号車これがですねグリーン車になっています。まあ、少し高級感のある、まあ、列車ですね。2号合計は1993年にデビューしたので、まあ、バブルよりかはちょっと弾けたぐらいかなと思います。そして長い長い総武トンネル、まあ、すごく長いっていうのではありませんが、1972年に開通した総武トンネルを抜けて、向こうにはかすかに両国駅のプラットホームが見えています。総武トンネルが開通する前は両国駅発着の急行列車とかが多かったです。特に急行犬坊とか、あとは急行暴走とかいう列車も存在していた気がします。両国駅は上野駅に似たような作りをしていて、暴走の玄関口とも呼ばれていましたが、今では総武観光線とあと都営大江戸線しか通っていないということで、まあ、非常に残念ではないかなと思います。まあ、総武線快速をですねぜひ止めさせていただければいいんじゃないかなと思いますが、そこまであまり需要がないのかなと思います。また両国駅のすぐ脇に立っている国技館と江戸東京博物館はもともと鉄道の施設で、まあ、確か貨物駅とかだったんですね。まあ、このように下町のど真ん中に広い土地があるっていうのは結構あまりないと思いますから、まあ、そのように広い、まあ、博物館とか、まあ、国技館とか公共の施設が建てられている場合はほぼと言ってもいいんじゃないですかね。7割8割ぐらいが鉄道施設の跡を、まあ、有効活用して使っているというところが多いので、まあ、ぜひ、まあ、皆さんの家の周りにもそういう施設があるかもしれませんから、まあ、すごい探してみるのも面白いかもしれませんね。そして今こちらすれ違う車両は E235 系のスカレンジと呼ばれています。新型車両でですね、もう217系ばっかりこの間まで見てると思いきや、もう235系スカレンジがねバン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 動いていて本当にびっくりしましたね。まあ、鎌倉車両センター所属の235系ですが、もう鎌倉車両センターにもネックスの車両ばっかりいるんですけど、でもまあ少し、まあ、235系も増えていく、まあ、そういうのが見られるかと思います。そしてこの駅は錦糸町駅です。
まあ、総武線快速で東京を出ると新日本橋、馬喰町、そして錦糸町なんですが、この特急潮騒号は錦糸町駅にも停車をするということになっています。ちょうどここにスイカグリーン券と自由席特急券売り場がありますが、まあ、JR 東日本は今自由席というのをですね、結構減らしている印象が見受けられます。なぜ減らしているのかというと、これは車掌さんの検察を省くことです。指定席で取っていれば座席が指定されていますから、車掌さんのタブレットにですね、まあ、シートマップ、座席表みたいのが映し出されて、まあ、それを確認しながら、あ、ここ座っている、あ、ここ座ってない、あれ座っていないところに座ってる人がいる、じゃあちょっと声をかけよう、まあ、そういうことですごく手間が省けるんですね。でも自由席の場合は座席を指定していないところに、まあ、座っているというわけですから、そのタブレットの映し出されるシートマップにもここ座ってるってことも表せられないので、まあ、そのようにですね、 JR 東日本では自由席から指定席化というのがすごく見受けられます。東北新幹線でも、まあ、この列車は全て指定席で自由席はございませんみたいな坂井正幸さんの、あの放送が流れている印象も見受けられますし、まあ、このように JR 東日本では自由席を減らすということがですね、今実施されていますから、この特急若潮号はちょっと貴重な存在かもしれませんので、まあ、皆さん、あのぜひお早めに乗っておいた方がいいかもしれません。そしてこれは新小岩信号場です。昔は確か新小岩操車場とかって呼ばれてたんですね。この辺りのマンションとかももともと操車場だったんじゃないかなと思います。操車場というのは荷物がこう来て、まあ、貨物が来て、まあ、その荷物をこう入れ替えをするところなんですが、この先にですね、金町の方に伸びる新金貨物線というのがあります。これは総武本線から常磐線に行く、まあ、一応連絡線みたいな形で、途中に京成本線の京成高砂駅の少し手前のところを交差するのも、まあ、有名ですよね。まあ、これの旅客化の計画もあるそうなんですが、まあ、なかなか実現には至っていません。まあ、このようにですね、貨物線を旅客化にしたいっていうのは結構ありまして、武蔵野南線とか、あとは新金貨物線、越中島貨物線、越中島支線っていうのか、越中島支線も、まあ、多分そういう計画があるんじゃないかなと思いますよ。続いてこの駅は西船橋かなと思います。ホームドアがついているからそうですね。東京メトロ東西線や東洋光学鉄道との乗り換え駅、そして武蔵野線も交差していますと思ったら、またスカレンジ E235 系が来ました。もう235系スカレンジャー本当多すぎるよ、本当に。今快速線で3本ぐらいすれ違ったんじゃないかなと思うんですけど、そのうちの2本が235系で、あとの1本が217系でしたね。もう235系って今何編成ぐらいいるんですかね。多分15編成ぐらいいるんじゃないかなと思いますよ。そうするともう217系に早く乗らないとっていう気持ちがですね、すごく高ぶってきます。でもやっぱりいつもより早い気がしますよね。特急に乗ってるとやっぱり早い気がするんですよね。通過しているからもそうなんと思うんですけど、これは船橋かな。船橋ですね。船橋も結構大きな街ですよ。京成との乗り換え駅でもあります。少し京成の船橋駅とはちょっと離れているんですが、まあ、船橋で乗り換えるのが、まあ、一番楽ではないかなと思います。まあ、日暮里とかのが楽だと思いますがね。あとこれが京成本線の高架橋です。京成はちょっと海側の方へ行きますが、もともとは、まあ、内陸の方を通って行く計画でしたが、まあ、急遽津田沼、京成津田沼経由で成田空港を目指すようになりました。最初京成千葉の方に線路を伸ばしてましたね。おお、またまた現れてくれました。これは京成本線、成田空港方面に行く方が、まあ、一応逆なんですけど、京成本線は先ほど船橋駅で海側の方に1回行って京成津田沼を経由してって言いましたが、またここでですね、京成本線はこの総武線の下をくぐって成田空港の方まで行きます。津田沼駅を越えてからはこのように京成千葉線と並走します。この辺りは幕張車両センターで、幕張車両センターを挟む形で総武快速線の下り線、向こうに上り線、そして総武観光線、京成千葉線が走っているため、まあ、総武快速線の下り線がちょっと一人ぼっちで離れ離れになっていて、まあ、まさに新型コロナのソーシャルディスタンスのではないかなと思いますね。幕張車両センターに行くと、もういつもはですね、235系がね、試運転で止まってましたけど、もうそれもあんまりいなくなってしまったので、ちょっと寂しいかなと思います。131系も新型車両がね、まあ、出る時に見に行きましたよ、ここ。そしてこの上は京葉道路です。京葉線って言いそうになっちゃいましたけどね。先ほどは BB ベースも止まっていましたので、まあ、結構、まあ、千葉を中核とする、まあ、あの車両基地ではないかなと思います。この今乗っている255系の、まあ、所属もこの幕張車両センターです。
もうちょっとしたら総武快速線唯一の踏切だったかな、あと京成との共有の踏切、共同の踏切というのが現れてくるんですが、どれだろうな。1、2回行ったことあるんですけどね。あ、これです、これです、これです。ちょっと向こうまで長いんですけど、あれが京成と JR の共同の踏切で、まあ、向こう側一番奥の方が京成が所有してて、手前の遮断機とか警報機は一応 JR が所有してる、ちょっと面白い踏切となっているんですよね。まあ間違ったら申し訳ないんですが、ご丁寧に乗り換えの放送が流れておりますが、まもなく千葉に到着をします。まあ、千葉から先は結構複雑ではないかなと思いますが、まあ、厳密に言えばですね、結構簡単なんですね。今東京駅からひたすら銚子方面に向かって総武本線で走行しています。まあ、ここから先千葉からは外房線だけ分岐するわけです。あれ内房線はないのとかって思ったりもしますが、内房線というのは蘇我まで外房線と重複していますから、一応外房線になるんですね。蘇我までは蘇我から先外房線と内房線と分かれるということになっています。また蘇我からは京葉線も合流してきます。まあ、そうやって思えば蘇我の方が路線は多いのかな、 JR で見たら路線が多いのかなと思いますよ。でもこの千葉駅では京成千葉線と千葉都市モノレールの1号線2号線、まあ、県庁前方面と津賀千代台方面まで行けますから、まあ、結構、まあ、大きな駅ではないかなと思います。リニューアル工事も行いまして、まあ、千葉駅が結構工事しているというイメージがありましたが、まあ、今は本当に生まれ変わって新しく綺麗になり、まあ、気持ちいい、まあ、駅となりました。そして千葉駅からこの景色は僕は好きなんですけど、二股に分かれる景色で、この千葉都市モノレールの1号線と2号線の分岐点、この入り組んだ線路のところがすごく大好きです。こうやって見るのがいいのかな、どうなんだろう。向こうから見た方が線路を真下から見られるから、まあ、今となっては向こうから見た方がいいかなと思いましたが、まあ、このようにですね、千葉都市モノレールは懸垂式のモノレールですから、まあ、日本で2つしかない懸垂式のモノレールで、千葉都市モノレールと湘南モノレールの中の、まあ、これは千葉都市モノレール、まあ、15キロぐらい、まあ、路線長がありまして、ギネス世界記録にも登録されています。僕の動画でも取り上げていますから、ぜひ探してみてくださいね。下に URL かなんか貼っておきます。そしてこの真ん前に見えているビルが、これは JR 東日本の千葉支社のビルです。今ここすごく留置線というか結構広い土地が開けておりますが、ここにもともと初代の千葉駅がありました。東京方面から木更津方面に行く、まあ、内房線の電車は、まあ、外房線でもいいんですけど、その電車一回ここの初代千葉駅まで来て、そこからスイッチバックをして木更津方面に向かっていましたが、そのスイッチバックがちょっと面倒だということで、新しい千葉駅を少し手前の方にずらして、スイッチバックもなくなるように木更津方面に行くのもこう一直線で行けるような仕組みになりました。なのであんなに広い土地が開けていたんですね。でもすぐ横には東千葉駅もあるため、あまりこの辺りの住民の方は東千葉駅を使えばいいんじゃないかなと思います。一般的に旅客向けで千葉駅までは総武快速線という路線を、まあ、走行してきましたが、この先はですね、総武本線を走行してきます。旅客向けに言えばですね。でも、まあ、しっかり、まあ、業務案内というかね、まあ、そう正式に厳密に言えば東京駅から銚子駅全区間総武本線を乗り通している、まあ、そういう形になるんですね。まあ、実際に山手線も田端から、まあ、渋谷経由で品川までのことを山手線と言います。じゃあ品川から東京経由で田端までの路線は何というのかと言いますと、品川から東京までは東海道本線で、東京から田端までは東北本線に含まれている、重複されているということです。ですから京浜東北線は存在していないというのも聞き覚えがありますが、まあ、そのような現象が起こっているので、この総武本線についてもそういうことですね。なので外房線、内房線、先ほどの蘇我までは外房線なんだよってこともそういうことを言っていたわけです。そしてもうすぐ桜駅に到着をしますが、まあ、この辺りあまり栄えていないなという印象が見受けられます。桜の人には申し訳ないんですかね。でも
この桜というのは確か京成の桜の方が城下町なのかなと思いますね。歴史博とかもね、京成の桜の方に集まっていますから、京成桜の方が開けているのではないかなと思います。でも駅の構造自体は JR の桜の方が大きいかなと思います。桜運輸区というのもありますからね。検察に来てくれる方は桜運輸区の方ですね。冒頭で東京駅を出発してから、乗車率がすごい少ないと見受けられましたが、僕はそこそこ、僕が見る限り乗っていたと言いましたがですね、この車両は本当に乗ってなかったんですよね。ちょっと、真ん中ぐらいにバッグが置いてあって、そこは人が座っているようですが、もう本当にここは指定席なんでね、あまり座っていないのかなと思います。桜駅を過ぎたところでまたまたポイントがあります。これは総武本線から成田線に分かれる線路です。成田線というのは桜駅から成田駅を経由して銚子の松岸駅まで至る路線ですが、成田から先3方向に分かれています。成田から我孫子を結ぶのが成田線の我孫子支線、成田から成田空港までを結ぶのが成田線の空港支線です。そのようにですね、すべて地図で見ると成田線と書いてあるんですが、どこが成田線なのか分かんなかったんですね。僕も最初成田線というのは桜から我孫子のことを指すのかなと思ったんですけど、それがなんと違かったんですね。もともとは桜から我孫子のことを成田線と言っていたそうなんですが、松岸の方に変更されたそうです。僕もあんまりよく分からないんですけどね。この辺りはですね、結構高速運転をしまして、成田エクスプレス、ネックスもここを走るわけです。ですから成田線だけは複線で、総武本線の方はですね、なんと単線なんですね。ここは特急使用最後、今乗っている特急列車しか、特急列車としては通りませんから、単線でいいのではないかなと思います。でも電化はされてますから、いい方ですよ。この辺は昔は結構ガタガタ、1回9日乗ったことあるんですけど、ガタガタしてる印象が見受けられましたが、見受けられたっていうか、乗っていてそんな感じでしたが、結構サーサーサーって言い方おかしいのではないかなと思いますが、スーッと行ってね、軽く行く感じでしたね。結構振動が抑えられているのではないかなと思います。向こうの看板には名古屋の米屋と書いてありますが、これはですね、成田山新勝寺の山門でですね、すごい老舗の和菓子屋さんなんですね。ここにも看板が出していました。そしてついに成田線とのお別れです。成田線の方に行きますと、酒々井、そして成田空港、我孫子、佐原、そして香取、松岸、鹿島線、鹿島神宮の方まで行きますから、結構向こうの方にいても面白い風景が見渡せるかと思います。この車両2550系は房総ビューエクスプレスという愛称がついていて、ビューというのは眺めるということなので、この車両の窓から眺める景色が売りなのではないかなと思いましたが、そこまで窓は大きくはありません。これはこのデザイナーさんが窓の高さを心臓より下に持ってくると乗客が安心して乗れないという意味が込められているので、窓の高さを心臓より上に持ってきているというわけです。このような工夫も考えられているんですね。西武特急のラビューとかは、もう心臓より全然下にね持ってきているので、それは新しい発想ですごくいいかもしれません。まだ1回も乗ったことがないので、ぜひ乗ってみたいところです。東京駅を出発をして、あっという間に終点の銚子に到着です。こんなに銚子までの所要時間がすごく短い感じがして、今回特急使用最後に乗ってもうすごい景色も良かったですし、本当に思い出になりました。これから銚子電鉄を応援しに行きます。皆さんもぜひ機会があれば乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。